さあ、そんなわけで第1部ラストですね。ラストですね。そうですね。これですね。行きましょうか。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあお名前と曲紹介お願いします。トリオを務めさせていただきます。若菜です。愛さんのアルデバランを歌います。アルデバランとは、大牛座の一等星で、アラビア語で、後を継ぐ者という意味でそうです。このライブ発表会がずっと続きますように、大人が夢を追いかけている姿を見て、人生は楽しいよ、生きるって素敵なことだよということを伝えていけたらいいなと思っています。そして無謀な争いがなくなり、平和がずっと続きますように。あれでから聞いてください。仲良くなれるかな。この世界が終わるその前に、きっといつか儚く枯れる花。今私のできる全てを笑って笑って、こんな時代に手を叩いて、君の大切な人が幸せである、そのために。またこうして笑って会えるから、ただ魂の思うことを紡いだ心の糸を、ペテンな時代に負けないように、もちろん君が私から
がとうございました。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。渡辺さん、今のご感想お願いします。あー、すっきりしました。いや、もうすっきりするでしょ、この森の音楽でね。素晴らしいです。なんかトランペットが入るともう一人入ったみたいな感じになりますね。人がもう一人増えたってなかったです。すごい素敵です。歌ってましたよね。いや、渡辺さん、新たな目標などはございますか？先ほどもお話ししましたよ。また次ですね。はい、あのリラックスして歌えるようになったらいいなと思います。全然リラックスしてない。それでも。はい、ありがとう。先生のレッスンはいかがですか？楽しいです。はい。オンラインですか？オンラインですけど、はい。で、あまり皆さんと触れ合うことがありませんけど、よろしくお願いします。ね、こういう方々と仲良くやってね、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。